若子山内は、アメリカ合衆国の劇作家、短編作家、詩人、画家。ポストン戦争強制収容センターで出会い、生涯にわたって、信仰を結ぶことになった、被災山本と共に、日系アメリカ文学を代表する、女性作家である。主に法事新聞、ラフ新報の英語版に、短編や詩を発表していたが、米国初のアジア系アメリカ作家作品選手、 2. 代表作、そして心は踊るが掲載されたこと、およびこの作品を、マコガン賞が自ら設立した、アジア系俳優の劇団イースト・エースト・プレイヤーズで、上演したことを機に、劇作家として高い評価を受けることになった。山内の作品は主に、土地所有を禁止された、日系移民の苦しい生活、日系人の強制収容。 反日感情の強い白人社会とこれに抵抗する日系社会における伝統の維持、これに起因する一世女性の抑圧、複雑な母子関係を描いている。若子山内は1924年10月24日、カリフォルニア州インペリアル軍ウェストモアランドで、日系意味に一世の予策中村と浜中村の第二子若子中村として生まれた。 出生証明書では10月25日となっているが、なかなか名前が決まらなかったので届出が遅れたという。姉ゆき子、妹フローレンス、弟サムの4人姉妹兄弟である。一家は当時、近くのインペリアルバレーにあるブローリーで農業を営んでいたが、他の日系意味日一生と同様に、小作農であったため、農地から農地へと転々とする生活を繰り返していた。これは、 1790年の帰化法で帰化は自由な白人のみに許されると規定されていたため市民権を取得することができずさらに1913年のカリフォルニア州外国人土地法により市民権取得資格のない外国人の土地所有及び3年以上の賃借が禁止されていたためである1929年に始まった大恐慌及び 不作の影響で、一家は仕事を求めて、オーシャンサイドに越した。農業だけで生計を立てることができなくなると、母浜は、農作業の傍ら、寺院の日曜学校で日本語を教え、さらに日系移民向けの下宿屋を始めた。ポストン戦争強制収容センターポストン、戦争強制収容センターで働く女性たち、日本軍が 真珠湾を攻撃した1941年12月7日、山内は17歳であった。翌日、歴史の教師がジャップによる真珠湾攻撃について話したとき、米国人にとってジャップであった、自分たちが爆撃したかのように思わされ、日本人の子供たちはみな学校に行かなくなった。1942年2月19日、ルイズベルト大統領が発令した。 大統領令9066号により、日系人の強制立ちの木が始まり、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州に住む約12万人の日系人が内陸部の銃の収容所に送られた。山内は家族と共にアリゾナ州のポストン戦争強制収容センターに収容され、ここで同じ日系アメリカ人作家の被災山本に再会した。山本は 当時20歳で、すでに、ラフ新法や、歌手毎日の英語版に投稿していたが、この数年前に、英語の授業で山内と一緒であった弟に、すごく優秀な子として、山内を紹介され、下宿屋をしていた母浜とも顔見知りであった。なお、山本の弟は、コロラド州のサトウキビ畑で、強制労働に着かされた後、 第442連隊戦闘団に志願し、イタリアで19歳で戦死した。ポストン収容所で山内と山本はポストンクロニクル氏を観光した。山本は主に編集、山内は美術を担当した。二人は山本が2011年に89歳で、亡くなるまで文学と美術への関心を共有し、互いに励まし合いながら信仰を深めた。 1945年8月18ヶ月に及ぶ強制収容の後、解放の直前に父予策が死去した。帰る家もなかった一家はとりあえずサンディエゴに移り、国有のトレーラーハウスに住んだ。過酷な収容所生活と夫の死で憔悴しきった母浜に代わりに山内と姉のき子は必死で仕事を探した。写真の現像、印刷の仕事に就いたが、雪子は、 工場のストライキに参加したために解雇され、ロサンゼルスでアフリカ系アメリカ人の習慣誌、ロサンゼルストリビューンに寄稿していた友人のもとに身を寄せた。山内は写真現像の仕事を続けながら、オーティス美術学校の夜間部に通った。間もなく母浜が死去した。30年後に初めて日本を訪れた山内は富士山を見たとき、 果汁たっぷりの新鮮なリンゴをかじったとき、母のことを思って胸が苦しくなった。私が母の代わりに母があれほど食べたがっていた果物を食べ、あれほど帰りたがっていた日本の風景を目にし、母の妹の手を握ることになるなんて人生はなんて不公平なんだろうと、ゆきこに書き送っている。百四十八年、同じ日系二世のチェスター山内と結婚して、 ロサンゼルスに今日構え、娘ジョイが生まれた。日米開戦時に、カリフォルニア大学バークレー校の学生であった、チェスターは、米軍への従軍の意思を問う質問27と、米国に中誠と日本への中誠放棄を問う質問28のいずれにも、ノーと答えた、ノーノー,ボーイであり、とりわけ、日系二世をジレンマに陥れる質問28は、 28ではなくの22だと憤通っていた。チスターとは後に離婚するが、山内は山内生で作品を発表し続けた。美術学校に通う傍ら、全米脚本家組合の公開講座や、カリフォルニア大学バークレー校の通信講座を受講した。1960年代に画家として活躍し、サンゼルストリビューンやロサンゼルスに本拠を置く、法事新聞。 ラフ新報の英語版にも寄稿した。当初は作品を白人の雑誌に売り込もうとしたが断られた。この時山内は白人の雑誌などどうでもいい、他人を喜ばせるために書くのではない。久江山本の作品を読んで自分自身を肯定することができるようになったように自分の人生と他の人の人生を肯定するために書こうと思った。1974年に 大きな天気が訪れた。すでに1940年代後半に執筆した代表作、そして心は踊る、初週の IE、アジア系アメリカ作家作品選集が発表されたのである。IE はアジア系アメリカ人運動から生まれたアジア系アメリカ文学の記念碑的アンソロジーであり、日経では山内の作品のほか、久江山本の短編、 ヨネコの自震、ジョン・オカダの、脳ボ防イの抜粋、年を盛りの、素晴らしいドーナツを作る女、元恋子の、金時計が収められ、編纂したのは、劇作家のフランク・チーン、詩人のローソン・フサオ・イナダ、作家、大学教員のショーン・ウォン、アジア系アメリカ文学研究者、ジェフリー・ポールちゃんである。アイエーは、それまで長く無視されてきた、アジア系作家の怒りの声であり、 アジア系アメリカ文学のマニフェストでもあった。しかも、本書が全米屈指の名門黒人大学であるハワード大学の出版局から刊行されたことも画期的なことであった。なお、1991年には同じ編参者による続編、ビッグアイリー、中国系日系アメリカ文学アンソロジーが刊行された。本書には山内の儀曲、そして心は踊るの、 1> 第一幕のほか、久江山本のミ笹サ,サ・原伝説、年尾森の七丁目の哲学者、広市柏木の儀曲、笑いといれば、モーニカ・ソネの二世娘の抜粋、日系カナダ人作家ジョイコ川のおばさんの抜粋、広市柏木の儀曲、笑いといえば、ミルトン村山、矢島太郎、ミノルヤスイ、カズオミヤモト、ロニーカネコなど多くの日系作家の作品が、 収められている。作物を収穫する、インペリアルバレーの農業従事者山内の作品は、主に、土地所有を禁止された、日系移民の苦しい生活、反日感情の強い白人社会にあって、男性優位の家制度を維持することで、文化的アイデンティティを守ろうとした、日系社会。そこから生じる一世女性の抑圧、複雑な母子関係。 そして日系人の強制収容を描いている。とりわけ、強制収容の経験について、山内は最悪なのは自分の精神が植民されるように服従してしまうこと、自分は他の人々よりも劣等な人間であると考えてしまうことだと述べている。そして心は踊るは、インペリアルバレーで農業を営む。 おかいえと村竹を中心に1930代の日系移民の生活を描いた作品であり、とりわけ母国を追われ、しかも女性を抑圧する日系社会からも逸脱し、異端視される一世の丘夫人に焦点が当てられる。IE に掲載された、そして心は踊るを読んだ俳優のマコガン賞が、これを彼が設立したアジア系俳優の劇団イーストエーストプレイヤーズで、 上演したいと申し出た。山内はこれを受けて、初めて脚本を執筆した。戯曲、そして心は踊るは1977年2月23日に、上演された。マコガン賞とアルベルト・イサックの共同監督で、主演はマコガン賞の妻・静子星であった。好評を博したため、53回の連続公演を行い、ユップ設立以来初の長期公演となった。 演劇評論家からも絶賛され、同年、ロサンゼルス演劇評論歌賞を受賞した。そして心は踊るは、以後もたびたび上演され、2001年には、宝章綾子と八田直之が結成した劇団テオリザにより、日本で上演された。これを機に以後、山内は、戯曲の執筆や、これまで発表した短編の戯曲化に取り組んだ。一方、マコガンは、演出家。 ジョセフ・パップが1967年に開場し、ミュージカル、ヘアーやコーラスラインを生み出したことで知られるニューヨークのパブリックシアターで、アジア系アメリカ人の俳優や劇作家を取り上げる機会がほとんどないことに抗議し、パップから山内の音楽教室上演の約束を取り付けた。山内は、戯曲としては、上記のほか、音楽教室と同様に、 ポストン収容所での生活を描いた、12から 1A、毛沢東の妻、後生の生涯を描いた、国家主席の妻、二人の女性をめぐる、愛憎劇、片身などがある。そして心は踊るは、以下のアジア系アメリカ人作家のアンソロジーに収められた。これらは、アジア系アメリカ文学のアンソロジーとしても、重要である。上記二冊の短編集書集作品を儀曲に、 改作したものを含む、ありがとうございます。